時代は違えど、あの頃僕らは勇者だった。うん、とにかく早く帰りたくて。こちは、はい、すみません。あの時ばかりはルーラが使えたらって本気で思ってた。使えたらいいよね。早く帰ってやりてー。もうちょっとが止まんないんだよな。だよね。でも後で痛い目を見る。何やってんの。昨日寝てなくて。時には我慢も必要です。授業中も冒険してた。それ大人になっても変わんないから。全部書類できてんのか。あ、いや今やってます。教室には勇者がいっぱいいたよね。こっちは魔王だよ。ごめん、あと5分。お母さん食べちゃうよ。ちょ、本当に俺の分残しておいてよ。いやよ。ちょっと電源借りるね。あ、勇者はくじけない。でもたまには勇者だって泣いていいでしょ。よし、僕らは夢中で勇者ドラゴンクエスト11、過ぎ去りし時を求めて、7月29日発売。ネクロゴンド地方の大昇格、しばしば痛恨の一撃を出してくる。